こんにちは。1999年12月14日生まれ、13歳のタタスケイトです。出身地は東京で、デンマークとのハーフになります。身長は168センチで、趣味は漫画やアニメを見ることとディズニーに行くことです。ディズニーには月に1回は必ず行っていて、特にアリエルがすごい小さい頃から好きで、人魚になりたいって思うくらい大好きでした。進撃の巨人っていう漫画なんですけど、最近すっごい好きで、それの進撃の巨人の7巻にある私が気に入ったセリフで、ここなんですけど、何も捨てることができない人には何も変わることができないだろうというセリフを英語で言いたいと思います。 I may change nothing into the person can throw nothing away。 私は将来女優としてもモデルとしてもタレントとしても活躍できるようなオンリーワンな人になりたいと思っています。どうかよろしくお願いします。